健さんともでも何気にフィッシュマン立ち上げてすぐぐらいからもうお付き合いですよね。そうだね。ね、で多分ね、健さんと会う前に、うん、やっぱ村岡さんとかが持ってた豪邸を振らせてもらって、あ、はあはあはあ、で最初こうやっぱシーバスでベイトロッド専門メーカーみたいなこと聞いて、うん、みたいな感じで思ってたのが、触って僕ずっとやっぱボートでやってたから、うん、でボートシーバスでちょうどいいね硬さのベイトロッドっていうのが、うん、ストラクチャー入れたりとかするのってなかなかやっぱなくて、はいはい、で豪邸触って、うん、あらやだって、あらやだこれじゃないのみたいな、これこれみたいな、そうやだこの人ちょっとすごい、分かってるじゃないって上からね、合ってないから、合ってないからね、そう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 、はいはいはい、なんだけど、あらこの人すごいじゃないのみたいな感じでねそれでねちょっとね、うん、フィッシュマンかーっていう、だから初めましての時から、うん、こちらとしてはストンとこうね、あ、落ちたというか、そうか、ストンとリスペクトがね、初めましてがあのシーバス忘年会だっけですね、多分直接会ったのがそうなんだけど、あんまり初めまして感がなくて、あ、なるほどなるほど、そう、いや、いいロッドだなっていうところから入ってた、ね、たまたま席が僕正面だったもんね、そうですね、はい、その辺からのお付き合いで新潟でね、はい、あ、そうだね、ふざけてみたりとかしながらのお付き合いなんで、うん、フィッシュマン忘年会、いや、フィッシュマン忘年会じゃないや、うん、新潟のフィッシングショーのあのユーザーさん集めた時に、そうですね、なぜかいたみたいなね、そうそう、なぜか天竜の俺が一人だけいた、フィッシュマン忘年会に参加するっていうそうだそうだ、そうそうそう、であとはもう要所要所のイベントでね、そうっすね、会ってたからね、うん、ケンさんはこう最初なんでまたこうねベイトロッド今、まあ、もう当然将来的にはスピニングが出るかもしれないし、うん、まあ、分かんない、今のところでもねベイトロッドオンリーじゃないですか、うん、だいぶとんがったメーカーだと思うんですよね、そうだね、当時から見ると、はい、ね、今はもうそれはフィッシュマンさん有名だけど、うわすごいリスキーな商売とか思ってあーやっぱり、うん、いやすげえなと思ってニッチなところに切り込んできた、ニッチなところをそれをこうね専門っていうか主にするってすごいなと思って、やっぱね当時僕一人で始めたし、はい、でテスターも誰もいない状態 で、うん、でスピニングがもちろん売れて需要があるのは知ってたんだけど、はい、まずテストできないベイトもスピニングも一人 で、うん、でそれとピン打ちが大好きだから、はい、ピン打ちは絶対にベイトでしょって思ってたん で、うん、でそれが売れようが売れまいがまあいいやっていうのはあったんだけど、うん、まあ、その前にね20年前に僕ね YouTuber だったんですよ、ほう、はい、で自分でその削りあのグラスを削ったやつを上げてて、うん、はい、でなんだろうな、そしたら売ってくださいとか来たの、うん、でどこで売ってますかとか、うん、メールが来るわけ YouTube にアップしたら、はい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 、いやこれ僕がその僕の満足のためにアップしてるだけですみたいな、うん、いやでもそんなこと言わないで売ってくださいって言われて、うん、ただね全パーツバラバラで買ってたから、はい、ものすごくコスト高いわけ、はい、3万超え、あでいくらかでも値段つけなきゃいけなくって、うん、送料とかあれだとしてもじゃあ3キュッパぐらいかななんて適当に決めたわけ、はい、全然そのまあもちろん全く儲かんない部品代 ですよね、うん、今聞いた部品代と俺聞き間違いかと思ったけど、ね、いや本当に、うん、でも全く儲かんないけど、うん、まあその時に問い合わせてたって 5人未満だし、はい、あ全国には変態がいるなと思って、うん、ただ嬉しくて、うん、もういくらでもいいやってやってたの、はい、そしたらさ2年ぐらいで100人超えちゃったのバックオーダー、へえ、うん、おうおうおう、で多分あのユーザーさんの中でも古くからの人いると思うんだけど、うん、めっちゃ待ったでしょ、1年以上待たしちゃったりとか、ああで月産で仕事してたんで仕事しながら作っても、うん、3本から5本ぐらいしか作れなくて、うん、でそれが毎月オーダー溜まっていったら、うん、そうなるじゃない1年待ちとか、ああだから変態にもね絶対に需要あるなと思ってて、はあ、長尺ロッドだって絶対需要あるだろうなと、うん、でやっぱりそのドリフトとかさ、はい、あのまあ、利点が多いじゃない、うん、ベイトって、だからまあそんなようなやつがいてもいいんじゃないのと、うん、っていうのがまあ始まりではあったけどね、はあ、そっ
ああ、うん、いやでもそれで発信してて、でそれにやっぱりね、うん、食いつく人がいたっていうところがやっぱ怒りだったんですね。そうだね。でそれでやってみたいなと思ったり、あとはやっぱ大きかったのがね、全国にそういう人がいて、うん、その変態たちが今テスターになってたりするわけ。なるほどね、うん、あの変態どもね、変態どもフィッシュマンテスターね、みんな仲いいからだってさ、西村なんてさ、うん、うちが何年目かぐらいの時に、うん、1グラム飛ばしたいんですけどと、うん、なるほど、1グラムはスピニングでいいじゃないかと思うよね。あの磯を泳ぐちょんまげね。そうそうそう、あいつですよでもさ、いやそれ面白いなと思って、で売れようが売れまいがちょっと挑戦してみたくなってきて、はいはい、で僕のそのビルダー魂っていうかさ、スキルもちょっとでもアップできたらいいなと思って、だからめっちゃ細軸なんだけど、うん、7.9 フィートという割と長尺に挑戦して、 1g を投げる食べろろとよ、うんうん、そんな8フィートやニッチだな、うん、でもそうっすよね、なんかさっきね駐車場でも話したけども、いろんな釣りやって毎年やっぱこの何々パターンだなんだって地元でやってると、うん、その別にそれで3本釣った何本釣ったに興味がなくなってきてね、一周回っちゃうと、そうだ、そうすると要はどうその魚を遊ぶかっていう、うん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 、だから1グラムでスピニングで投げりゃそれは飛ぶでしょうよなんだけど、まあそれで釣ってもねじゃなく、ゲームの部分でね。そうだよね、だって釣りはさ、やっぱさ餌つけるのが一番釣れるわけだよね。でもゲーム性とかさ、なんかしてやったり感を楽しみたいから、まあルアーやったりしてるわけでしょ、うん、フライとか、うん、でフライもさ、なんだろう、非常に難しいわけですよ、うん、テクニックが非常に必要で、であんな数グラムの毛針を遠くに飛ばして釣るみたいな ね、そんなようなのとやっぱ似てるんだろうな、発想が。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、何グラムでしたっけ。60ね、はい、了解、投げてみよう。さあじゃあね、この問いを体験してもらいましょうね、ちょっと行かせていただきましょうか。まずちょっと最初ね、気持ち軽く投げますよ。うんうんうん、おー、いいですね、はいはいはい、軽くで、あの距離か、軽くで40ぐらい、うん、あーでもケツ振りが分かるな、巻いてて。なるほどなるほど、あーでもこれ意外と上をちゃんと引けてるから、これ面白いかもしれないですね。うん、うん、今だいぶゆっくりにして、これでアマモを拾ってくるからもうちょい巻けば、へーへー、じゃあ行きましょう。うん、ああ向かい風方向でこんだけ飛ぶんだ、うん、そうそう、ジョイントでこれってのはすごいですね。ね、なかなか武器でしょ。うん、今だからお客さん結構釣ってるもんね。あーね、でもああいうのやっぱ作ったルアーがこう釣ってるの見て嬉しいっすよね。嬉しいね、ほんと嬉しいね。ぶっちゃけ自分の釣果がどうでもいいけど、なんか人が釣れたって言ってくれた方がおはーみたいな本当に上がる、ね、でかしたーみたいな。そういえばさ、はいはい、来年、うん、来年じゃないか、いつだっけ、来年か、来年にいよいようちでPラインをさ、はい、張りを出さす液体みたいなのやってて、あー、見た見た、動画で見た見た、あれがこれなんですけど、はあはあ、これも商品名も決めて、パッケージングのもデザインして、はい、出来上がったんですよ。おお、はい、でいよいよ来年からまた発売になるんですけど、おうおう、ちょっと試してみる、やってみましょうか。え、これもうだいぶ釣りやってて濡れちゃってるけど、あ、いい、大丈夫ですか。全然いい。でね、でこんな感じでこうプシュプシュプシュって打つじゃない、はい、で半回転してもらって、はい、はい、見えないけど、うん、
でね、はい、このまんまでもいいんだけど、うん、これのね面白いのが、はい、今打ったんでしょ、はい、打った瞬間に空気と触れて、うん、ガラス質コート、あ、ガラス質の膜があるんです。へえ。に化学反応を起こして、そのガラス膜にフッ素が乗っかるわけ、はい、フッ素と、ケイ素を合わせて、その配合が、まあ、これあの企業秘密なんだけど、なるほど。だからその上に、フッ素が乗るわけだから、それ滑るに決まってるでしょ。へえ。めっちゃ滑るんですよ。なるほどね、うん、本当はね5分ぐらい置けばすごくいいんだけど、うん、あとだからだと例えば一発キャストして、うん、で真ん中あたりも打ってで回収して寝かしておく、はいはい、数分ね、うん、でそれをすると中にどんどん浸透していくっていう時間が与えられる、うん、試しでまず一投目からやっぱ違う違う。おお滑るね。あ、本当だ。伸びた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 でしょ。伸びた伸びた。あのね、うん、オーバーホールじゃなくてベアリング新品した感じ。おー、そんなに。いや今ね、でも体感できるでしょ、うん、音が、うん、ベイトロッドのメーカーの社長にこういう話すると怒られるかもしれないけど。何ですか。洗わないですよ俺道具洗わないですよ。そうだからね、S、結構、うん、さっきも投げてたフィーみたいなね、はい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 、ライブなのに、はいはいはい、ああいう音が島の車みたいな音がしてたんだけど、うん、今滑らか滑らか。あ、今違う違う。いいでしょ。これすごいな。だいぶもうだってコーティングのこの字もないぐらいに使い込んでる P だから。うん。うん、音静か。だから隣の音が消える分やっぱ静かなんだろう。マサチにもちょっと体験してもらって、うん、スピニングでもやっぱり何ブローインとか投げて、はい、やっぱ7メーターぐらい伸びてるなと。うん。いやすごいすごいな。そうなの。これ今ね、ほんと体感できた。ああ、よかった。うん、よかった。これ来年ですよ。来年ですか。はい。はあ。ネーミングをね、はい、P を、うん、ふにゃふにゃのを復活させるような、はい、まあ、ある種革命みたいな感じなんで、はい、P 革命なんですよ。なるほどね。いいな。まあ、僕ら社内ではもうピーカクって言ってて、小林製薬みたいなネーミングで分かりやすくて、分かりやすいに一番ですね。そうそうそう。ではケンさん、はい、次の場所でございます。今もう風がかなり止みましたね。止みましたね。あんだけ吹いてた風がどこ行ったんでしょう。うん。で今度の場所は、はい、ですね、まあ、ここもね、シャロー、ずーっとシャローフラットでだらーっとしてるようなところであるんですけども、うん、そう、ただやっぱね、まあ一番安全ですよ、うん、まあ確かにね、そうだからやってて、もう起伏があった人怖いなとも思うし、うんうん、安全にできるのだし、で魚は多分回ると思うんですよね、うん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 、なんで、まあうまくそこに当たればいいなという。そんなにじゃあ乱眼しないでちょっと待ちな感じですか。そうですね、街の感じです。了解、わかりました。はい、じゃあまずやってみましょ う。のんびりと、うん、シャローだから食ってきたら相当ないい感触で食うと思うんですよね。いや、ここいいテンションなんだけどな。すごい引き重りが強くってゆったり巻いてもすごく波動を出してる。うん、強い強い。あー来そうだこれ。あれ掴まなくなった。え、なんでずれた。よっしゃ、食った。え、
釣りました。よし。バレないで。どう？いや、どうでしょう。いいサイズ？もうね、サイズじゃない。なんね。サイズじゃない。どう？魚との出会いの感動ですよ、これは。いたね。いましたね。よいしょ、まあでもいいサイズですよ、ほら。あ、いいじゃない。いい、丸々していいじゃん。すげーいいじゃん。すげえな、よく出せるな。さすがです。いや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 、やりました。素晴らしい。あー、いたすごい価値ある一本、ね、いやー、長かったね。長かった、長かった。いやでもね、やっぱこの危険な釣りしなくてもね、うん、魚が出るっていうのは、ね、知ってほしいし、健康にもね。そう、だから安全なこの穏やかなところでも魚はいると。素晴らしい。やりました、嬉しい。いや出せないわ、僕はこの魚。さすがです。いや、じゃあ、あの例の憧れのセリフ言っていいですか？シーバスのプロですからねっていうのを真似して言ってみて。いや、本当に本当さすが。レベルは違うけどね、あの方とは。すごい。やりました。お見事。ありがとうございます。おめでとうございます。あの、ここで多分泳いでいけちゃうでしょ、元気だから。あ、いい、泳いだ泳いだ泳いだ。いや、いい魚だった。いや、すごい。やりました、よかったよかった。よし、この辺から行ってみます。うん、飛んでると思うんだけどな、この滞空時間。で、今ケンさん、はい、上空の風が北に変わってるから、うん、ややフライ気味に投げた方が飛ぶ。あ、ルアーチェンジした方がいいかな。124って言ってたっけね。これにチェンジ。一投目、マジ？来ちゃったよ。マッチザベイトですか。やったー。え、来た？はい、食いました。オッケー。あー、いいサイズなんじゃないかな。重い重い。やっ。すごいすごい。どこにかかってっかな。グググって言ってたから口の中だとは思うんだけど、重っ。さあ、寄ってきた。さあ、ゆっくり行きます。あ、そんな大きくないけど。ガッチリだ。はい、ランデブー、ランデブー。はい、もう一発。重いこれ。はい、これで、こいつで、こいつでいらっしゃい。でかくない？でかいでかい。あ、振って、振ってし、でかいじゃん。やばい、ランカー。いったね、いったね、いったね、これ。うん、やった、ふっと。やったー、すごい魚。うわ、背びれもビンビンに。ビンビンだ、これ。
あ、波打ち際でダッパンとか言ってましたからね、最後ファイトの時ね。最後ね、すごいちょっともうあの真覚悟で、うん、めっちゃ前に出て死ぬほど飛ばしたんだよね。ね、見えてた見えてた隣で、その一投目よ。うわすごいね、変えて、はあ、いい魚やったー。よし、はあ、行った行った、よっしゃー、やったー、ありがとう。いやいや、お見事お見事、いやすげー、すごい、最後気迫の一投を見てましたもん。最後ドラマあったね。ありましたね、素晴らしい、超良かった、うん、これだからまたさ、シーバスやめられなくなっちゃうんだよ。そう、この感動がありますからね、これだもんな、本当に憎いね、演出が。そう、素晴らしい、いや素晴らしい、いやよかった、やりましたやりました。いやでもね、本当に今日はね、勉強になりましたよ。いやいや、とんでもない、いろいろそのサーフの釣り、うん、型の釣り、そうですね、あ、いやね、ここまでナイトサーフなんてこあの今までのロケでもやったことないし、うん、うん、こんなシャローで本当に、ね、そこにいんのかなみたいな。やっぱり餌を探してってちょろちょろ来るんですよね。ねえ、そうで、俺1匹目もね、あの 124F だったんですけど、はいはい、124F の今までの飛距離じゃなかったから、スプレー効いてる。あああのね、スプレーフィッシュ、あれ、さっきの僕もね、ここ入る前に実はね、もうワンフィッシュしてきたんだ。おかわりしてもらおうかと思ったけど意外と本当びっくりするぐらい飛んでたから。いやよかった、いやよかった。本当にどうも今日はありがとうございました。いや、とんでもないです、こちらこそ。本当に、いや、いい魚見れました最後。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。そしたらじゃあ今回はね、東京湾、はい、ナイトシーバス、はい、サーフゲーム編ということでね、はい、久保田さんを、ゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。